今週の新題、スマスロゲゲゲの鬼太郎。設定、6の機械割り、114.9%。スマスロ、天井、1200ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、31ゲーム、AT 純増、5.0 枚、投入台数、1万台。リセット台初当たり調査。即当たりはなし、朝一はランダム加算のあるため、正確に濃いゾーンを見抜くのは不可。多少、100ゲーム付近は、当選率は高かったが、ランダム加算があるため、正確に狙えるかは不明。天井到達率は、約 19%。ランダム加算の影響で、1070ゲーム付近の当選が、非常に高く1200ハマりは、1% 以下でした。天井到達時は、ステージ2から始まる恩恵もあるらしいので、リセット台の天井狙いは多少、期待きつめそう。リセット台の最大ハマりは1203ゲームリセット台以外の最大ハマりは1208ゲームリセット狙い短縮天井の1070ゲーム付近朝一天井到達はステージ2から始まるらしいので通常 AT よりも恩恵がある最低2連はするため朝1のみ天井期待値は高くなるそれ以外のゾーンは狙えなそうハイエナ狙い狙えるポイントは2点天井狙い1200ゲームで AT には入るため、ある程度ハマっていれば、ステージ昇格の猫チャンスもついてくる。しかしデータ、ハマりなので狙いにくい人玉狙い、規定ポイントで、チャンスゾーン突入率 37%、赤で落ちてれば狙ってみます。天井情報。リセット台とリセット以外で、期待値はかなり変わってきそう。初日のデータ見ると、リセット天井後はある程度、全チャンも期待できるため、リセット台350ゲームで、期待値2000円。リセット以外、480ゲームで、期待値2000円。このあたりをボーダーに狙っていきます。高設定、低設定データ。設定6の勝率はかなり悪い。最大ハマりが964ゲーム、初当たりや当選ゲームで見抜くのはかなり難しい。おそらくゴブスレに近い履歴、AT の引き次第でかなり荒い仕様。設定6も 114.9% ですが、勝率は 60% くらいまで下がる台なんじゃないかな。ハイエナ台としてはかなり微妙かな。天井恩恵はそれなりに高いが、データ値ハマりだと拾えないし、狙えるゾーンや天井短縮もない一撃タイプなので結構、通路化は早そう。私のハイエナ狙い目、リセット台を450ゲームから、天井狙い AT5、600ゲームから、天井狙い人玉カウンターを、赤ならチャンスゾーンまで、この3点で狙ってみます。さらに詳しくは、ブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。